緑色のベレー帽は軍隊の聖帽として広く採用されている。第二次世界大戦中、イギリス軍の特殊部隊ブリティッシュコマンドスが聖帽として採用したのが起源とされる。現在のイギリス軍でもコマンド過程を終了したイギリス海兵隊の将兵と全軍コマンド過程を終了し海兵隊の任務に参加したり海空軍の兵士に着用が認められている。 第二次世界大戦後、ブリティッシュコマンドスは解散したが、その伝統は様々な形で世界各国の特殊部隊に引き継がれた。フランスにおける海軍コマンド、オランダにおける陸軍コマンド、そしてアメリカにおける陸軍特殊部隊軍などはいずれもブリティッシュコマンドス。直系の特殊部隊で、現在でも聖望として緑色のベレー帽を採用している。今日、単に、 グリーンベレーといった場合、アメリカ陸軍特殊部隊軍を指すことが多い。当初、ブリティッシュコマンドスタインは、核原体からの出航という身分で扱われており、防傷及び聖防は原体たる連隊のものをそのまま使用した。1941年、第一コマンド部隊では79種類もの防傷及び聖防が使用されていたという。元コマンドスタインのドレクオークレイは次のように、 語っている。雑多な帽子のコレクション、すなわちタム・オシャンターボー、ボンネット帽、旧型官帽、船型帽、ベレー帽、新型官帽などがコマンドスのパレードに現れた。これはつまり連帯付け先人軍装の悪夢の具現化であった。第2コマンド部隊と第9コマンド部隊でも同じ問題に直面しタム・オシャンターボーでの統一を図った。しかし、 タム・オシャンターは、スコットランドの伝統的な民族衣装の一つであり、イギリス各地から志願者が集うコマンドスの象徴としては、不適当と考えられた。いくつかの議論を経て、第一コマンド部隊が使用していたベレー帽が、コマンドス全部隊の製帽として採用された。ベレー帽は、第一次世界大戦以来、戦車連隊が製帽として使用しており、また落下三連隊でも採用されていた。 ベレー帽は特定の地域との関連性もなく、被りやすく、また着用しない時にも、簡単に畳んで片付けることが容易であった。次に聖帽たるベレー帽の色の検討が始まった。色は、リッチモンドヘラルドモン松院で考案された第一、コマンド部隊の部隊称に用いられていた緑、黄、赤のいずれかから選ぶこととなり、最終的に緑が最適であろうと結論付けられた。これを受けて、 スコットランドのタム・オシャンター棒ー製造大手アービン社がベレー帽ーのデザイン及び製造を開始した。その後、ロバート・レイコック准将は第一コマンド部隊に対して最初に緑色のベレー帽ーを着用するように提案し、部隊でもこれを歓迎した。そして陸軍大臣により緑色のベレー帽がコマンドスの製帽として正式に認可され、1942年10月には 海兵隊向けにベレー帽の支給が行われた。オーストラリア陸軍コマンド部隊のベレー帽は、その色からシャーウッドグリーンと呼ばれている。帽章は黒い背景に金色のダガーと部隊のモットーであるストライクスイフトリーの文字が描かれている。緑色のベレー帽は以下の連隊でコマンド隊員としての資格を得た兵士にのみ与えられる。ベルギーの第二コマンド大隊では、 ブリティッシュコマンドスのベルギー人部隊であった第10国際コマンド部隊第4小隊の伝統を受け継ぎ、緑色のベレー帽を聖望として採用している。また、第3落下山大隊隊員のうち、第2コマンド大隊でコマンド過程を含む訓練を終了した者に対しては、通常のマルーン色のベレー帽ではなく緑色のベレー帽が与えられる。 海軍コマンドの隊員第一外人連隊の起床を付けたベレー帽をフランス海軍が有する海軍コマンドでも緑色のベレー帽が採用されている。この部隊は第二次世界大戦中にイギリス本土で結成されブリティッシュコマンド誌と同様の緑色のベレー帽を聖帽として採用した。彼らは当時からベレーベール、すなわち緑のベレーと呼ばれていた。着用の際には イギリス軍と同じく向かって左側を垂らして気象をつけた右側を立てる。またフランス外人部隊も WW25 から同じく緑色のベレー帽を採用した。形状はフランス軍一般と同じく向かって右側を垂らして左側を立てるものでイギリス軍や海軍コマンドとは逆向きとなっている。コマンド軍団はオランダ陸軍が有する特殊部隊で モットーは今しかないである。KCT の前身は第二次世界大戦中の1942年3月22日に最初のオランダ人特殊部隊として結成された第10国際コマンド部隊所属の第2小隊である。現在でも KCT は3月22日を結成記念日としている。オランダ海兵隊のうちコマンド課程を終了したものに対しても緑色のベレー帽が与えられるが、 王昇は赤い背景に金色の怒りが描かれたものである。アイルランド国防軍の陸軍連ジャーダンでは6ヶ月間の特殊部隊訓練過程を終了した隊員に対して緑色のベレー帽を支給している。アーワは,は歴史的にアメリカ軍の特殊部隊と密接な関係があるほかイギリス軍の影響も受けている。英会兵隊員第二次世界大戦後のイギリスでは イギリス海兵隊のうちコマンド過程を終了した隊員が緑色のベレー帽を着用する。また陸海空軍のうち第3コマンドを旅団に志願して全軍コマンド過程を終了した将兵にも着用が認められる。コマンド過程終了者たる海兵隊員は常に緑色のベレー帽を着用し、 地球と月景時をかたどった金色の帽子を取り付けるが、陸海軍の全軍コマンド家庭修了者は、コマンド旅団への参加時か特別な許可を得た場合を除き、現体の帽子を着用する。また、コマンド家庭修了者には、フェアバーン、サイクス戦闘ナイフをかたどったコマンド隊員気象が与えられ、制服の袖に常に着用することとされている。 米陸軍特殊部隊軍の隊員アメリカ軍では、特殊部隊タブの獲得とともに、緑色のベレー帽が支給され、共に特殊部隊員たる地位を証明するものとされる。また、このベレー帽の正式名称は297型、陸軍社交用ライフルグリーン色ウール製、男性用ベレー帽である。アメリカ陸軍特殊部隊軍もまた、ブリティッシュコマンドスの伝統を受け継ぐ形で、 緑色のベレー帽を聖望に採用した組織の一つである。1942年夏、北アイルランドにおいて、米陸軍レンジャー部隊最初の部隊として、ダービーズレンジャーズの通称で知られる第一レンジャー大隊が編成された。レンジャー隊員らは、スコットランドのアクナキャリー場に設置されたコマンドス訓練施設での訓練を完了していたため、 コマンドスの聖望たる緑色のベレー帽を着用する権利が与えられていたものの、このベレー帽が米陸軍の制服として採用されていなかったこともあり、着用は禁止されていた。1952年、第10特殊部隊グループが設置された。この部隊には第二次世界大戦を生き延びた将兵が多数所属していた。彼らは訓練中から、 コマンドスの緑色のベレー帽をはじめとして赤色や黒色など様々な色のベレー帽を着用するようになった。1953年9月第10特殊部隊グループは駐屯地をドイツのバーとテルツに移しフォートブラックに残った中堅将コーラによって新たに第77特殊部隊グループが設置された。第77特殊部隊グループでは新たな聖望の選定にあたって これをもとにフランク・ダラス・隊員が新しいベレー帽の設計を行い少数が特殊部隊員向けに製造された。この新しい製帽は1955年6月12日にフォートブラックで行われた第18空挺軍団元司令官ジョセフ・ピークリーランド中将の退役記念式典で初めて着用された。これを見た観客らは彼らを NATO 代表として派遣された外国人商工団と勘違いしたという。1956年、当時のフォートブラック司令官、ポール・アダムス将軍が特殊部隊員に対して、ベレー帽の着用を禁止する命令を発したが、以後も、海外勤務の折には、非公式に着用されることも多かった。1961年9月、陸軍省通達第578,636号により、 緑色のベレー帽は正式に陸軍特殊部隊員の聖暴として採用された。1961年10月12日、ジョン・カイ・ケネディ大統領がホートブラックを訪問した時、彼はウィリアム・ヤーボロー巡将に対して将兵らの着用している緑色のベレー帽についていくつか質問した。数日後、ケネディはいずれ緑色のベレー帽が特殊部隊を識別する。 象徴となろうと記した覚書を送っている。そしてベトナム戦争が始まると、緑色のベレー帽はそれを着用した、特殊部隊員と共に盛況をなる、米陸軍の象徴として知られていくこととなる。1962年4月11日、ホワイトハウスより、陸軍側へ送られた覚書の中で、ケネディは、グリーンベレーは、優秀さの象徴であり、勇敢を示す気象であり、 自由のための戦いを示す識別章であると述べた。かつてヤーボローやエドソン・ラフが緑色のベレー帽の採用を要求した際、国防総省はこれを却下していたものの、この覚書を通じて大統領による要求が行われるとすぐさま認可された。現在、アメリカ陸軍特殊部隊軍はグリーンベレーの愛称で広く知られている。ありがとうございます。